鈴木勝美だが今季初ゴールも、伊藤淳也のアシストなどで、ヘンクが逆転勝利受キラーリーグ第8節が19日に行われ、10位新と、トロイレンと7位ヘンクが対戦した、新と、トロイレンは位いけシュミット、ダニエル、DF 橋岡大樹、FW 鈴木勝美が、FW 林大地の日本人4選手が先発、ヘンク藤淳也がスタメン入りし、 日本人対決が実現した。40分には橋岡のクロスにリンが飛び込むが、ヘディングは枠を捉えきれず、それでも、新とトロイデンが前半アディショナルタイムに先生に成功する、ロングボールをリンが前線でキープしてポストプレー右サイドを駆け上がった橋岡へとパスを送る。橋岡がダイレクトでクロスを送ると、鈴木が見事なヘディングでネットを揺らし、 チームに貴重な先制点をもたらした。シアハシンとトロイデンが一点をリードして前半を終えている。後半に入ると、73分にジョセフ、ペーンとシルがカットインから見事なミドルシュートを決め、レヘンクが同点に追いつく、直後にシンとトロイデン幅足を下げて腹落ちを投入する。だが83分にヘンクが逆転、クロスを伊藤が頭で折り返すと、 ハウル・オヌアチュがワンフェイクで DF を外して右足でゴール左へと叩き込む。さらに、伊藤達也を入れて反撃に出たシンと、トロイデンだが、同点ゴールは生まれず、連勝は2でストップした。